ブラザー P タッチ 540P タッチは、ブラザー工業株式会社が製造、販売する、ラベルプリンター。商品名の P タッチとは、プリントアタッチの略称である。1986年に当時、ブラザー工業社員であった、坂井隆と、有形エイジを中心に、小型ラベリングシステムの開発に着手。その2年後の1988年に、 ラミネート方式が完成したしかし、自社での製品化は見送られ、当時同様の商品企画を持っていた、キングジムに OEM 供給することが決まり1988年11月、キングジムから世界初の漢字ラベルライター、テプラとして発売された。それに対しブラザー工業は、翌12月から、海外市場向けに P タッチの発売を開始。国内で、 ピータッチの販売を開始したのは1995年のことである。このため、国内市場では、キングジムのテプラの知名度が高く後人を排すものの、世界市場ではトップシェアを誇る。2007年1月末時点での世界、累計販売台数は2000万台以上。携帯電話に似たキーボード配列を持つほか、ディズニーキャラクターやスヌーピー、ハローキティなどの印刷ができる、 キャラクターモデルがある。ベーシックなビジネス向けモデル。パソコン接続専用のラベルプリンターで古くからマッキントッシュに対応。2009年2月には本体メモリにドライバと編集ソフトを内蔵した P-Touch 2430PC が発売された。ありがとうございます。